リンカ族の男性。リンカ族は、南スーダンのナイルガー流域のバハル、アルガザール地方を中心に居住する民族。人口は、約100万人。自らは、自炎と称する。世界で、最も平均身長が高い部族として知られる。寒気には、河川近郊にて放牧を行い、雨季にはサバンナにて、キビやヒエなどを栽培する反応反牧生活を営む。 社会的には1000人から3万人程度の部族集落を形成している。林家族はさらに細分化された10の阿部族に分かれている。阿部族ごとに社会的風習や文化的慣習が異なっており、氏族制度一つとっても、父系クラン、死災クラン、戦士クランなど様々である。政治的には、ヌエル族と敵対関係にある。言語的に、林家語は、 ナイルサハラ語族に属しているためヌエル族、ルオ族などのナイロートンの書母と近しい関係にある。居住地域が広大な範囲にまたがるため方言格差が大きい。1983年から始まった第二次、スーダン内戦中のスーダン南部は、リンカ族で、キリスト教徒のジョン・ガランが指導する、スーダン人民解放軍の勢力権であったが、その地域に対して、軍事政権のアラブ系。 イスラム主義者、オマル・アル・バシールがイスラム法シャリアを導入を図り、アラブ系による黒人への人種差別と宗教対立が激化した。この内戦時に、ヌエル族とディンカ族の子供たち約2万人が居住地を追われて孤児となり、スーダンのロストボーイズと呼ばれる集団避難民となった。数は少ないが、ロストガールズもいる。1991年11月15日、 スーダン南部のジョングレイシューボルで、ヌエル族のリエック・マチャルによる、リンカ虐殺が起こった。2013年に、ヌエル族のリエック・マチャル前副大統領が放棄した、南スーダンクーデター未遂事件では、武力衝突を通じ、リンカ族が、ヌエル族の住民を殺害するなどの抗争が生じた。ありがとうございます。